キラフェスをご覧の皆さん、こんにちは。声優の梶裕貴です。そうですね。人類の歴史の中でも、もう何百年に一度起こるか起こらないかっていう、未曽有の事態で、その時に僕は生きて、仕事をしている中で、何か一人の人間として、で、声優をやらせていただいているので、声優として何か生きにくい時代、社会において、何かできることはないかなって思った時に、やはり声優だからこそっていう部分をエンターテインメントを含めてお届けすると考えた時に、朗読が一番自分にとっても皆さんにとっても何かプラスになることなのかなと考えて、YouTube のチャンネルを作りました。それまでは自分がYouTube をやるという想像は全くしておらず、触れる機会自体もあまりなかったので、何でしょう、実際に始めるときは自分でもあんまり現実味はなかったんですけども、やっぱり実際に配信させていただいて、それを受け取ってくださった方々が、それこそ勇気をもらったとか元気をもらった、癒されたっていうようなお声を聞くと、自分にもできることがあったんだなっていうのはとても嬉しくなりますね。はい。一番最初スタートは、なかなか外に出られないっていう環境の中で、小さいお子さんたちを中心に時間を持て余してしまうというか、外でね、いつも遊んでいた子どもたちが家で過ごさなきゃいけないっていう時間に、何かエンターテインメントを届けられたらなっていうところで、童話だったりとか昔話みたいなものを中心に考えて、スタートさせました。そこには、いろんな事情というか、当然著作権みたいなものも関わってくるので、そのあたりっていうのはもちろん気をつけつつではあったんですけれども、そこからスタートして、で、ね、一番はそういったお子さんに楽しんでもらえたら、で、そこから今度はご家族の方、親御さんであったりとか、一緒に過ごされている大人の方々も、意外とその内容もそうでしょうし、その読んでいるリズムだったり、声っていうもの自体に安らぎだったり癒しっていうものを感じましたっていうお声をいただけるようになって、そこからじゃあ物語だけではなくて、例えば素数を数えてみたりだとか、羊を数えてみたりとか、娯楽っていう観点だけじゃなくて、なかなか不安が多い日常が続いていたと思うので、聞いていると安心して思わず寝てしまうみたいな、眠れなかったのにその朗読を聞いてると、すごい心地いい眠りにつけましたっていうようなお声もいただけるようになったので、そこから幅を広げて、でそういうことをしているうちに、いろんな出版社の方とか、今までご縁があった方とかも含めて、朗読を実際に僕がさせていただけるっていうお話、いただけたりとか、お願いをさせていただいたりとかっていう中で幅が広がっていって、本来、自分が実現したかった、朗読、その声を使った、表現、お芝居っていうところで、どんどん皆さんにより楽しんでいただけるようなものを作れるようになってきたかなっていうような形ですね。もともと朗読を配信を通してやらせていただくという前に、この本に個人的に出会っていて、その出会いは本当に、タイトルはもちろん知っていたんですけれど、本屋さんに、平積みされていたんだと思うんですけど、カバーからすごく目を引くタイトル、嫌われる勇気っていう文章、言葉もそうですし、ブルーのデザインっていうのもすごくインパクトがあって、
で、まあ、僕もこう普段からいろいろと、まあ、自分についてだったりとか、まあ、自分と他者についてっていうことを考える、結構頭の中でこねくり回してしまうタイプなので、生きやすくなるヒントというか、これからもっとこう、もっともっと自分を見つめ直す機会になるんじゃないかなって思ってたタイミングで、本に出会えて、そこでもう一度読み出したらもう本当に夢中で最後まで行ってしまうような内容で、青年と鉄人の対話形式で、物語というか、話は進んでいくわけですけど、もう本当にびっくりしましたね。自分が、見透かされているというか、本当に青年そのものだなと思ってしまう自分の中のエネルギーというか、でもその向け方がね、こう、どこにぶつけていいかわからないというか、抱えてるもののこう厄介な感じも含めて、なんか本当青年に感情移入して、最後まで読んでしまって、まあ、とても内容に感銘を受けていた記憶があって、で、まあ、朗読っていう表現方法の上で、まあ、自分一人で読めるものもあれば、やっぱ登場人物の、ね、数によってもこう実際に、朗読として形にできるもの、しやすいものしにくいものってあるですけど、まあ、そこで、まあ、2人の登場人物で全てがこう展開していくっていうところで、まあ、なんでしょう、声優仲間である寺島拓磨君と一緒にこう、まあ、2人で完成するものとして、これ以上ぴったりなものはないんじゃないかなと思って、はい、今回ご相談させていただきました。恥ずかしいですね。お恥ずかしながらですよ、本当に。読んでても自分じゃないかって思うぐらいでしたし、まあ、実際に朗読をね、お芝居をさせていただいて、こんなにもこう手に取るように気持ちがわかるというか、彼が、まあ、こういうスピードで喋るんだろうなとか、ここで盛り上がってしまうんだろうなとかっていうのがわかるぐらい、青年には何かこうシンパシーを感じて しまいました。それってこの嫌われる勇気っていう題材において、テーマにおいて、青年にこう共感できてしまうっていうのは少し、やっぱ恥ずかしいところはあるんですけれど、まあそれでもやっぱり、本当に前半、まあ特に、まあ、後半も気持ちはもちろんわかるんですけど、青年を思わず応援してしまうぐらい、もっと鉄人に行ってやれって思うぐらい、声に出して読んでも、文章を読んでても、共感してしまいましたね。今日もこうやって、まあ、僕がこう読んでみてのお話みたいな形ですけど、本当はこういう本、テーマって何人もいて、みんなでこう、自分はこう思うっていうのをこう語り合って、あ、なるほどな、そういう考え方もあるんだなっていうのをこう受け止め合うのが楽しいんじゃないかなと思うんですけど、なんかちょっと寂しいですね 自分の価値観だけでね、しかも青年に共感してしまったスタートからのお話ってちょっと恥ずかしいですけど、でも、まあそれでも、まあそれも一つの価値観だとして、なんでしょう、いろんな人にこう、いろんな角度から、まあ自分の普段こう気づいてなかった考え方っていうのをこう発見する機会になる本だなと思いますし、まあ、読んでいて、あ、こういう考え方もあるんだっていうのを知るきっかけにもなる本だなっていうふうに改めて思ってますね。フレーズというか、なんかそこまで言うかって思うぐらいのオカルトじゃないかみたいなことを言い出したりとか、まあね、本当、まずどんどん興奮して声を荒げたり、こう立ち上がってしまったりっていう、その描写が、もちろんこう哲学を分かりやすく噛み砕いて書いてくださっているわけですけれど、なんかその人物描写っていうのが、本当戯曲を書き慣れている方なのかなと思ってしまうぐらいに、その
青年鉄人、その全く別々の、人の人間性、うん、まあもちろんね、その心理学だとか哲学っていうののプロフェッショナルのお二人が書かれているとは思うんですけど、本当に目の前でやり取りが映像としても浮かんでくるようなリアリティのある会話、まあ、だからこそ声に出して読んでお芝居をしてみてもより感情移入ができたんだろうなとは思うんですけど、うん、その一つ一つのその、まあ、言葉としての表現だったり言い回しっていうのがリアリティたっぷりで、うん、どれも印象に残っていますね。で、まあ、フレーズとしては、まあ、嫌われる勇気っていうタイトルがあって、まあ、それ自体がものすごくインパクトが強いわけですけど、まあ、それにこう、なんでしょう、反抗する。自分はそうは思わない。そんなの到底受け入れられませんって言ってた青年が、まあ、しまいにはこう、なんでしょう、幸せになる勇気とか、普通であることの勇気っていう、まあ、本来もともと彼が到底、自分一人ではたどり着けなかったであろう思想考え方に出会うっていうその変化がやっぱりこの一冊を通しての一番ドラマチックな部分だと思うので、そこはすごく印象に残ってますかね。あとその、まあ、感謝するっていうのが、まあ、もう一つの大きなテーマだと思うんですけど、その感謝の気持ちを、一人一人が持ち合う。で、そのありがとうっていう言葉が、まあ、青年からも鉄人からも出てきているっていうのは、うん、まあ、そのワードとしてはこの本ならではっていうわけじゃないかもしれないんですけど、やっぱりありがとうっていう言葉の強さとか大切さっていうのをすごく気づかされましたね。実はまあ、それこそ冒頭でお話ししたように、まあ、朗読する作品だったり、内容については結構その緊急事態宣言、まあ、なかなか本当にこう外で、人と人が会うっていうことが難しいっていうタイミングからいろいろ考えて組み立ててきていたことだったので、もうこれに関しても収録は実はリモートというか、お互いのセリフをそれぞれが読んでそれを組み合わせてっていう形でした。で、まず僕のその青年役から、まあ、自宅で収録して、それを、まあ、寺島くんに送って、それを受けて、まあ、鉄人のセリフを収録してもらって、それをまあ編集で合わせてっていう形なので、まあ、本当は一緒に、ね、その掛け合いで撮れたらもっとそのなんだろう、相手のセリフに食って、特に青年なんて鉄人が喋り終わる前にきっと自分はこう思うっていうことを言いたい人だと思うので、まあ、そういう臨場感も生まれていたかなと思うんですけど、まあ、そういうある種制約がある中で、まあ、対話形式だからこそ、まあ、そのお芝居があった方がもちろん臨場感は生まれるんでしょうけど、まあ、それだけじゃない、構成でこの物語文章っていうのが作られていてくれたおかげで、まあ、それぞれの収録っていう上でも成り立つ一つの朗読作品が出来上がったのかなと思うので、まあ、完成したもの、まあ、今も実は絶賛編集中だったりするんですけど、僕らもお互いのその青年鉄人のセリフが揃ったものっていうのは今同時に新しいものをこう聞いているような感覚なので、早くこう全貌を聞いてみたいなっていうのはありますかね。はい、そうですね。まあ、いろんな声優仲間いますけれど、まあ、誰しも人間って違う考え方、価値観を持っているものだと思うんですけど、まあ、岡本くんはすごく仲のいい友達ですけど、全く多分、なんでしょう、考え方の人種としては違う人で、うん。それがだから違うからこそ、すごく、面白い、お互い面白いなと思う。喋ることも面白いし、お互いにとって想像もしえない行動を起こしたりするので、まあ、2人でその番組を通して一緒にこうロケに行ったり旅行に行ったり、まあ、いろんなことをしていきましたけど、
その一瞬一瞬が本当に想像だにしないようなことが起きるのでとても楽しいんですけど、まあ、だからこそ僕はすごく青年に共感してしまったっていうのも含めて彼は興味を持って、あ、じゃあ読んでみたいって、言ってましたし、やっぱりそう考えると、あの彼は、まあ、鉄人かって言ったらそうではないのかもしれないですけど、青年とはやっぱ違うっていうような感想を持ったみたいなので、まあ、やっぱね、最初にも言いましたけど、やっぱ違う考え方を持つみんなでこの一冊の本について、まあ、あの映画とかもそうですけど、一つのこう作品、何かテーマについて話し合うっていうのが、面白いんじゃないかなと思うので、まあ、今日ねキラフェスということで、この何でしょう、配信をご覧になって、まあ、もちろん本を読まれた上で、何かこうお友達とかご家族と、一つのテーマについて、自分は青年のここに共感したとか、鉄人のこの言ってることすごいわかる、自分もそうでありたいなとか、そういうのをこう議論するっていうのが、一つ魅力だと思うので、すごい今回素晴らしい機会になってるんじゃないのかなと思いますね。僕もむしろ参加したいぐらいですね。はい、やっぱ読書って、いろんな登場人物のいろんな人生がをこう本を読むことで、共有できる、生きられる、まあ、お芝居もその側面がもちろんあると思うんですけど、その中でも本当に、まあ、ここまで、自分のことを書かれているんじゃないかなんてふうに思ってしまう作品というか、物語というかで、なかなか、まあ、出会えないんじゃないかなと思うんです。もちろん一人一人そういう出会いっていうのはおそらくあると思いますし、まあ、特に嫌われる勇気はそう思われる方が多い作品本かもしれないですけれど、僕にとっては本当に衝撃的な運命的な出会いで、本当になんかこう恥ずかしくもなりつつ、でも本当に青年の言ってることがわかるなっていう中で、でも全くこう違う、まあ、アドラーのその教えをこう説く鉄人の話していること、とても何でしょう、まあ、哲学って聞くと難しいなっていう印象が、その言葉の持つ響きからしても受けがちですけれど、でもなんかすごくアドラーの教え、鉄人の話していることって実はシンプルで、でも言っていること自体はシンプルだけど、理解することはできるけど、それを実現すること、実践することっていうのはやっぱり難しくて、だからこそ、まあ、人生のテーマというか、みんながそうあれたら、もっともっとこう、平和であり幸せになれるんだろうなっていう、まあ、でもそれも含めて人間、それをこうみんながなかなか実現できなかったり共有できないっていうのも含めて人間なんだろうなと思いますし、役者をやってる上で、なんかこう青年の気持ちがわかるっていう部分もきっと大切、みんなが鉄人見たくなってしまったら、まあ、創作物って多分面白くないんだろうな、その彼のようなパッション、何かこう自分何が正しいかは別として、自分の中の信念とか正義を、信じ込んだものを貫き通そうとする姿勢も必要だろうし、鉄人のようなまあ、こう全てをこう何でしょう、自分の中で噛み砕いて、こうあるべきだと、まあ、教えを説くような立場っていうのも必要だと思うので、まあ、あらゆる考え方っていう、その価値観をそれこそ大切にしていきたいなと僕自身は、はい、思いますね。皆さん本日はキラフェスにご参加いただきましてありがとうございます。僕もこのような形で関われてとても嬉しく思っております。そして、こんな素敵な題材、朗読させていただけたこと、まあ、声優として、表現の一つとして関われたこと、本当に、嬉しく思っております。まあ、こう文章を読んでいても、
そして今回声に出して朗読させていただいてもとても魅力的な本だなと改めて気づくことができました。青年の心情を僕としてはとてもつかみながら、一緒に興奮しながら朗読させていただきましたので、ぜひそんな青年と鉄人の掛け合い、朗読お聞きいただけたら嬉しいなと思います。楽しんで聞かれてください。どうぞ。嫌われる勇気、自己啓発の源流、アドラーの教え。かつて千年の都と謳われた古都の外れに、世界はどこまでもシンプルであり、人は今日からでも幸せになれると説く哲学者が住んでいた。納得のいかない青年は哲学者のもとを訪ね、その真意を問いただそうとしていた。悩み多き彼の目には、世界は矛盾に満ちた混沌としか映らず、ましてや幸福などありえなかった。では改めて質問します。世界はどこまでもシンプルであるというのが先生のご持論なのですね。ええ、世界は信じがたいほどにシンプルなところですし、人生もまた同じです。理想論としてではなく、現実の話としてそう主張されているのですか。つまり、私やあなたの人生に横たわる諸問題もまたシンプルなものであると。もちろんです。いいでしょう。議論に移る前に、今回の訪問についてお話しさせてください。まず、私がここを訪れた第一の理由は、先生と存分に納得のいくまで議論を交わすことです。そしてできうることなら、先生にご持論を撤回していただきたいと思っています。というのも、風の噂に先生の評判を聞きましてね。何でもこの地に一風変わった哲学者が住んでいて、感化しがたい理想論を唱えているらしい。いわく、人は変われる、世界はシンプルである、誰もが幸福になれるだのと。私にとってはいずれも到底受け入れられない議論です。それで実際に自分の目で確かめて、少しでもおかしな点があれば、その誤りを正して差し上げようというわけです。ご迷惑でしょうか。いいえ、大いに歓迎します。私自身、あなたのような若者の声に耳を傾け、学びを多くしていきたいと願っていたところです。ありがとうございます。私は別に先生を頭ごなしに否定しようとは思いません。まずは先生のご持論に乗っかった上で、その可能性から考えてみます。世界はシンプルであり、人生もまたシンプルである。もしもこのテーゼに幾ばくかの真理が含まれるとするなら、それは子供にとっての性でしょう。子供には勤労や納税といった目に見える義務がありません。親や社会に守られながら、毎日を自由気ままに生きています。未来はどこまでも続いていて、自分には何でもできるように思える。醜い現実を見なくて済むよう、その目を覆い隠されている。なるほど、確かに子供の目に映る世界はシンプルな姿をしているのでしょう。しかし大人になるにつれ、世界はその本性を表していきます。お前はその程度の人間なのだという現実を嫌というほど見せつけられ、人生に待ち受けていたはずのあらゆる可能性が不可能性へと反転する。幸福なロマンティシズムの季節は終わり、残酷なリアリズムの時代がやってくるわけです。なるほど、面白い。それだけではありません。大人になれば複雑な人間関係に絡まれ、多くの責任を押し付けられる。仕事、家庭、あるいは社会的な役割、全てがそうです。無論子供の頃は理解できなかった差別や戦争、格差といった社会の諸問題も見えてくるし、無視できなくなります。違いますか。そうでしょう。続けてください。さて、
宗教が力を持っていた時代であればまだ救いもあったでしょう。神の教えこそが真理であり世界であり全てだった。その教えに従ってさえいれば考えるべき課題も少なかった。しかし宗教は力を失い、今や神への信仰も形骸化しています。頼れるものが何もないまま、誰もが不安に打ち震え、猜疑心に凝り固まっている。みんな自分のことだけを考えて生きている。それが現代の社会というものです。さあ先生、お答えください。あなたはこれだけの現実を前にしてもなお、世界はシンプルだとおっしゃるのですか？私の答えは変わりません。世界はシンプルであり、人生もまたシンプルです。なぜです？誰がどう見ても矛盾に満ちた混沌ではありませんか？それは、世界が複雑なのではなく、ひとえにあなたが世界を複雑なものとしているのです。私が？人は誰しも客観的な世界に住んでいるのではなく、自らが意味付けを施した主観的な世界に住んでいます。あなたが見ている世界は、私が見ている世界とは違うし、およそ誰とも共有し得ない世界でしょう。どういうことです？先生も私も同じ時代、同じこの国に生きて、同じものを見ているじゃありませんか。そうですね。見たところあなたはお若いようですが、汲み上げたばかりの井戸水を飲んだことはありますか？井戸水？まあ、ずいぶん昔のことですが、田舎にある祖母の家が井戸を引いていました。夏の暑い日に祖母の家で飲む冷たい井戸の水は大きな楽しみでしたよ。ご存知かもしれませんが、井戸水の温度は年間を通してほぼ18度で一定しています。これは誰が測定しても同じ客観の数字です。しかし、夏に飲む井戸水は冷たく感じるし、冬に飲むと暖かく感じます。温度計では常に18度を保っているのに、夏と冬では感じ方が違うわけです。つまり、環境の変化によって錯覚してしまう。いえ、錯覚ではありません。その時のあなたにとっては、井戸水の冷たさも暖かさも動かしがたい事実なのです。主観的な世界に住んでいるとは、そういうことです。我々は、どう見ているかという主観が全てであり、自分の主観から逃れることはできません。今、あなたの目には、世界が複雑怪奇な混沌として映っている。しかし、あなた自身が変われば、世界はシンプルな姿を取り戻します。問題は、世界がどうであるかではなく、あなたがどうであるかなのです。私がどうであるか？そう。もしかするとあなたは、サングラス越しに世界を見ているのかもしれない。そこから見える世界が暗くなるのは当然です。だったら、暗い世界を嘆くのではなく、ただ、サングラスを外してしまえばいい。そこに映る世界は強烈に眩しく、思わずまぶたを閉じてしまうかもしれません。再びサングラスが欲しくなるかもしれません。それでもなお、サングラスを外すことができるか、世界を直視することができるか、あなたにその勇気があるかです。勇気？ええ。これは勇気の問題です。いや、まあいいでしょう。反論は山ほどありますが、どうやらそれは後回しにした方が良さそうだ。確認ですが、先生は人は変われるとおっしゃるのですね。私が変われば世界もシンプルな姿を取り戻すと。もちろん人は変われます。
のみならず幸福になることもできます。いかなる人も例外なく、一人の例外もなく、今この瞬間から。大きく出ましたね。面白いじゃありませんか先生。今すぐ論破して差し上げますよ。私は逃げも隠れもしません。ゆっくりと語り合っていきましょう。あなたの立場は、人は変われないなのですね。変われません。現に私自身が変われずに苦しんでいます。しかし同時にあなたは変わりたいとも願っている。もちろんです。もしも変われるのなら、この人生をやり直せるのなら、私は喜んで先生にひざまずきましょう。もっとも先生が私にひざまずくことになるやもしれませんが。いいでしょう。面白いものです。あなたの姿を見ていると、学生時代の自分を思い出します。真理を探して哲学者のもとを訪ね歩いていた血気盛んな若者だった頃の自分の姿を。ええ、そうです。私は真理を探し求めています。人生の真理を。これまで私は弟子というものを取ったことがなく、その必要を感じたこともありませんでした。しかしギリシア哲学の祖となって以来、そしてもう一つの哲学と出会って以来、心のどこかであなたのような若者が訪ねてくるのをずっと待っていたような気がします。もう一つの哲学、何です、それは。さあ、あちらの書斎にお入りなさい。長い夜になります。熱いコーヒーでも用意しましょう。